はいどうも、ゆうぴーかです。本日はアサシンクリードローグ3週間ぶりに引き続きやっていきたいと思います。前回ね、シークエンス2のメモリ1メモリ2ってやりました。で今回はメモリ3やっていきます。今回のストーリーはね、だいぶ胸が痛くなる回だったかな。遅いわよ、天気が怪しいわ。空だけじゃないだろう。マスターフランクリンか。私はシェイで、こっちは仲間のホーク。ウィリアム・ジョンソンにこれを頼まれました。ああ、ありがとう。だが残念ながら実験は延期だ。延期？なぜ？軍に飛来芯を没収された。その箱を活性化するための電気を流すのには不可欠だ。マスター・ジョンソンは延期を望んでいない。ならば少し協力してくれんかね。兵士たちは一日中運搬作業をしていたから、飛来芯をどこへ運んだか聞き出せれば取り返すことができるかもしれない。仰せのままに。市場で調査を始めるといいわ。私はここに残って準備をする。はい、ということでね、前回登場したベンジャミン・フランクリン、まあ、これ実際にいるシーズンのね、人で、なんか飛来芯を作った人みたいな感じだったかな。あ、もうこんなミッションあったことを覚えてないわ。尾行だね。あー、はい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 。あ、なんかこのルート覚えてるわ。今からもう何年前だ、5、6年前ですよね、やったのね。そう、これね、何故にこっちから行くんですよ。で、まあ、動画ではねカットしてると思うんだけど、一回失敗してるんでこれやり直してます。なんかね、上にあいつにバレたのよ。あいつ見える。だからあいつを眠らせたいんだけど、なんで。遠いか。よーし、早打ち。で、ここであっちに飛び降りた方がいいと思うんだけどな。ここね。で、このトウモロコシ畑にステルスしながらあいつについていくと。それで最後か。はい、そうです。よし、一緒に行け。で、飛来芯があの中にあるので、眠れ。はい、見つけた。マスター・フランクリンはこの棒で何をする気だ。嵐がひどいな。フランクリンの元へ急ごう。嵐がひどいだって。もううちの住んでる地域はね、こんな感じでしたよ、雨ずっと。やばい。まあでも、もう別に見つかってもいいのかな。サブクエやったし、サブクエというかサブミッション。泳ぐな、なんだそれ。サブ目標泳ぐなって書いてある。あー、ここか。え、待って、今泳いだ扱いになった、もしかして。まだ水入ってないんだけど。こっちから行けばいいじゃんね、この橋から渡ってさ。なめとんのか。まあまあまあ、意外とすんなりいったかな。よかった、急ごう。その棒を取ってくれ。
え、こんなホログラムみたいなの出んの？ポルトガル、リスボンだ。かけてもいい。早く隠れてシェイ。今にも民兵がやってくる。捕まれば尋問される。あんたは？私は家政婦よ。わかった。はい、ということでね、ちょっと意味が分かんなかったかもしれないんだけど、要はこのベンジャミン・フランクリンの飛来心の電力を使ってああやってホログラムの映像を出して、でそのあの地球儀みたいなとこにエデンのかけらのアリカが映されてるわけで、それがポルトガルのリスボンだと今回判明したみたいな感じですね。でちなみにこの私は家政婦よって言ったのは、この人はまあ女性で家政婦のふりしてれば助かるけど、シェイは逃げないとやばいわよみたいな流れでした。はい、では続いてそのままいきます。リスボン、ポルトガル。聖者の宴の日だ。めでたいな。なのにアダムとイブより古いレリックを探すのか。おかしな時代だ。Benedictus es, Domine, Deus universi quia de tua largitate acepimus vinum, quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum homini, ex quo nobis diet potus spiritualis. In nomine Patris et Filii. はい、ということでね、ここの教会のギミックを解くことで、まあ、先駆者の神殿を発見することができるそうです。でね、ここもリスボンでポルトガル語なんですけど、まあ、スペイン人のね、ミゲルさんっていう当時見てくれてた視聴者さんがね、なんか言ってたんだよね。今喋ってる修道士か誰かかな、なんかそのスペインでは有名な声優さんの声らしいよ、うん、なんかそんなことを聞いた気がする。うん、すごいでしょこの作り込みもね。でこのミッションだけですからね、ここに来れるのは、うん、ではギミックを解きましょう。で僕2周目なんでちょっと飛ばしちゃってるんですけど、ムービーをここにね来た理由は、アキレスっていうね黒人のあのマスターアサシンに、まあ、命令されて来たって感じです、まあ、それが後々ね、ちょっとこう火種を生むことになるんで、まあ、それは今から見ていただければわかります。これどうやって登んだっけか、なんかね登って、いやもう本当にさ5、6年前の記憶だけど、アサシンブレードぶっ刺してみたいな感じだった気がするんだよね。ほら、あの光ってるでしょ、あそこ登るのよ。ここ入れるんだ。あ、マリア像。俺これ全く同じこのマリア像の置物家にねありますよ。聖なるね、なんか賛美歌が流れてます。キリエエレイソンってなんかそういう聖歌みたいな感じだったかな。これをぶっ刺してひねる。でまだ行かなきゃいけないね。あとどこだ、あそこと3箇所かな。じゃあまず近い方から行こう。さすがに気づかないか、こんな静まり返ったとこでこんな高いとこ登ってたらね。でこれ絶対ね届かないんだよ、こっからだと。だから一回こっち渡ってゆっくりね行きます。おお、4箇所あるね。おお、なんかゾッとするね、なんかヒュッとするというか。
これいけるか。おいった、すげえな。ひねる。あともう一箇所どこだろうね。ああ、あんなとこにあんだ。どうやって行くんだあれ。あんまぐだるようだったら、カットしますね。よし、さあ開きました。うおさっきのマリア様のとこ飛び込もうかな。いえ、失礼。間違いない、先駆者の遺跡だ。ここには何がある。はい、これね、先駆者ね。こういう SF 的な要素もあります。アサシンクリード、かつて来たりしものですね。エーデンのかけら。でもこれを取ったことによって地震が発生してしまいます。地震ってやっぱ怖いですよね、本当に。これね、何がきついって、これ主人公シェイの立場からすると、自分があの秘宝を取ったことによってこうなっちゃうわけなんですよね。そりゃね、アサシン教団に対して疑問も浮かびますわ。ほら、シェイはね、まだ運動神経いいからこうやって逃げるポテンシャルを秘めてるけど、でこう一般の人たちはそういうわけにはいかないですからね。想像してみてください。自分が上司に命令されて取ったもののせいでこんだけの地震が起きちゃうっていうの、これはさすがに耐えられないわ。ここはもうほぼノーカットでいきますね。多分アサシンクリードシリーズの中でもトップクラスの天変地異じゃないかな、これは。おお、これ合ってる。ああ、女の人倒れてた。あの人下敷きになってたね。ああ、悲しい。うお、痛い。ごめんなさいよ、みんな生き延びてくれ。すごいなこれ、合ってるよねこれ、通り道。おーおーおおお、あー、こんなのも防災頭巾とかかぶってる場合じゃないもんね、こんな地震起きたら。せーの、よいしょ。すげえいい具合に進んでる俺。
あ、まだあんのか。急げー。なんか多分こう現地の言葉でなんかいろいろ言ってますね。ポルトガル語。命からがら戻ってきました。ありがとう。神はなんてひどいこと。神は何もやっちゃいない。自分のせいって思ってんだよね。神じゃないんだよ。はい、今日はね、まだ続きやってきます。次はどの町をぶっ壊せばいいんだ。ハイチでもポルトガルでも起こった巨大な地震だ。何千人もあんたの思考のせいで死んだ。そんなはずはない。シェイ、人が地震を起こせるはずない。先駆者の機械をいじくり回す人間ならできるさ。箱を見たらホープ、神殿はああいう力で溢れ返っていた。あんた無実の人々を大勢殺した。何を言うの。肩を持つのか。マッカンダルが部下をハイチに送ったように俺を送り出した。知ってたんだよ。どうしたんだ。やめろ。あれは扱いが難しい。お前はあんたの世界を変えようとしている。あんたは何様だ。次にどの町を削るんだ。こいつをつまみ出せ。俺が何もしないと思うならリアムはバカだ。アキレスは信用できない。他の先駆者の神殿を見つけさせるわけにはいかない。奴が死だろうが家族が死のうが関係ない。あんなことを許す理由など何もない。だからこの今シェイが怒ってたけど、ハイチでも同じような地震が起きたのよ。でそれもアサシン教団の任務で主攻をね取って同じように地震が起きてっていう感じだったので、でもまあその時はまだアクシデントって感じだったんじゃないかな、シェイ的には。うん、だけど今回のことで、まあその疑心が確信に変わったみたいな。もう確実にアキレスは分かってて、それでも俺たちに主攻を取りに行かせてる。それはひどいんじゃないかって怒ってるわけですよね。うん。でもアキレスの反応もひどかったですよね。あれはお前には使い難しいからなみたいな、なんかすっとぼけた感じだったのも、まあシェイ的にはムカついたんでしょう。バカ野郎と。一つだ。なんで今からね、主攻を奪い返しに行きます。ここがアキレスのね、まあアキレスっていうかアサシンクリドローグに出てくるアサシンたちの隠れ家ホームステッドっていうね。これバカ正直に、ここから入れるのかな？あ、入れるんだ。ここはね、なんだっけ、なんかやることあんだよな。で、この室内もね、アサシンクリードローグではこのミッションでしか入れないんで、ちょっとゆっくり見つつね。本当はねここでさっき喧嘩してたメンツでさ、仲良く飯とかも食ってたんでしょうね。罪を働くことか、裏切ることか、誰かに償わせることか。償い？何をしているのか分かっているのか。この大陸の未来が、いやこの世界が、その思考にかかっているんだ。かもな。だが未来を決める権利は誰にもない。
権利？俺たちには責任があるんだ。俺たちは町を破壊し、人々の命を奪った責任がある。これは力の乱用だ。ここで終わらせる。お前に全てを台無しにされてたまるか。さあ逃げましょうか。まあ、これどっちの言い分も分かんなくはないけど、アサシンたち止めろ、シェイを止めろ。あの地震の後だとやっぱシェイ側になっちゃうよね。でここでね、なんかむちゃくちゃ大砲撃ってくんだよ、あのフランス人の嫌味な上司のさ、アサシンが。何を考えてる、この村にされやすい。誰も始末するなってサブクエ出てたのにもう始末しちゃった。あ、でも俺多分ここのサブクエ全部やってるからもういいよ。動画のね、尺の方が気になるわ。あんま長いとさ見てもらえないからね。でここ本当はね、あの煙幕使って逃げるとバレなくていいんだよね、こうやって。うん、とにかくこれ煙幕打ちまくって、邪魔する奴は許さない。なんだ今の。お、煙幕あんま意味ないのしかって。アサシンクリードユニティの煙幕ほど最強じゃないんだな。もうやめろ。思考を返しなさい、シェイ。アキレスもきっと。ダメだ。同じことは繰り返させない。たくさんの命が奪われた。一人増えても同じさ。シェイ。はい、ということでね、撃たれて崖の下に落ちてしまいましたけど、この先シェイがどうなっていくのか楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。次回もよろしくお願いします。